stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened?さて、それでは急遽撮影しております。2戦負けてて、チーム総合が4戦負けてる状態と、レート4900の方とのマッチングになりました。まあ、最悪です。4900レート。お。こんな音取れた。もうないと思ってます。いや、そらそうですよね。4900に勝ったらもう話が変わってくるので。いや、まさか4900の方とのマッチングになると多分史上最高かな?過去。あるんですね、4900っていうレートが。なんかツイッターとかでたまに見かけたりするけど。アウト取れてるぞ。この回だけやらせてくれんのかな?お願いします。この回だけね。振って振って振って。あ、そう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 。そうそう。もう、実況でも何でもないですよね。懇願していくだけの配信ですけども。黒だ。いや、わからへん。全然球種がわかんないです。あ、横ツーシーム、縦じゃなくて、ストレート入れてこないですか?あ、先のやつかな?ああ、入ってない横ツーシーム2球。なんか、意味があるんかな?怖いな。いや、横ツーシームが好きなのか。この回は横ツーシーム軸での配球と呼んでいいですか?ぽくない?でも、にしても軸すぎひん。3000ゲームズさんの時もそうでしたけど、モサはこう、なんか特殊な配球をしてくるな。読めないな。全部横ツーシームで投げてくるの?もしそうなら1球ぐらい当てたいですよね。違うんかい。早かったな。野手ごとに配球を変えていくんですか?いや、わからんね。横ツーシームやと思ったのにな。今度、横じゃ縦、ん?横も縦も持ってる?もしかして。ただ僕が動揺して読み間違えてるだけ?いや、横持ってんな。横ツーシームとは?そこスプリットなんや。浅尾のうまい使い方みたいな配球ですね。いや、なんか、そうやな。初回スルッとアウト取れたことで逆に、なんか、打つ方もいけんのかなと一瞬考えてしまった。そんなはずがないですね。4900ですからね。4929になってました。いやーもうやめて。なんでな。こっからの進化。まあシンプルですけど、打ちにくいですよ。サクチェンジ。ああ、どうかな。もしかしたら、ちょっとだけ、かすってくる。あ、そうでもない。ちょっとやりたくないですね。そろそろ投げたくないな。よしよしよし。落ちる球を待ってくれてると見ての、なんちゃらかんちゃらの、もうわかんないです。こんなとこにシュート投げたことないですけど。あえて、よしよしよし、あ、で、よしじゃない、全然。松井や、しかも。最新の松井じゃないですか。なんでそんなことするんすか。これも最新森の?割に、だとしたらそんなにソウル値は大きく差がなかったですね。なんやろ。さあ、外していく。ちょっとはっきりと外しすぎたかな。ちょっとシンカー臭いところに、ああ、ちょっと高めかな。サクチェンジ。あ、でも振ってくれた。セカンド。いや、でもこんなに長生きできたらもう十分ですよ。2回裏を迎えられるというところで一つ大きいな。ここストレート甘いですか?よし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 。頼む、振ってくれ。振ってくれた。でかいでかいでかい。でかい。柳の使い方未だよく分かれへんけど、なんか、やっぱり、しっくりくるな。あー、あかんのか。シュート。こんなんもう投げたことないけど。あかんな。そらあかんわ。内からのシュートはダメみたいです。
ああ、ここ押された気分良かったな。もうでも宮西も出てるんですよね、後ろね。しかも、なんかなくはないレベルで、柳が刺さってる気もする。お、当ててくるね。そんなんも当たりになるんや。無理か。やっぱり無理か、柳。さあ。え、嘘？これ、今のは、そうか、今のは、打ち取ったと思ったな。松井和夫の一つ新しい番かな。いやー、もうやめてほしい。まあまあ、でも、4900ですからね。まあでも、ヒット1本とか、なんか、ホームラン1本とか、できるなら1点だけでも攻めて取りたいですけどね。なんでな。ピッチャー早かったな、疲れるの。当ててくるか。あー、そこ、ギュッと、こう、ギュッといってほしかった。まあまあ、もう、投手もったいないんで。4900相手にそんな、中継ぎはいらんでしょ。ああ、にしても、にしてもですよ。さっき5点連続で取った方はもうその後バントしてくれましたね。もうこいつは無理やって思わはったやと思う。もう全く打てなかったです。柳の成績には影響するけども、申し訳ない。4900相手にはちょっともう本当に、一人たりとも、もう何やったらもうみんなベンチに戻したい。いや、1点、せめて1点か。黒田横ツーシームですか。これやね、分かってても早いわ、やっぱり。手出えへんわ。横ツーシームまた来るかな。ああ、スプリット。わ、これずるいな。ここ見分けつかんな。つかないけど、横ツーシーム狙いで、ああ、違う。横ツーシームではあったけど、横ツーシーム派生版ですね。上からの横ツーシーム。あー、やられた。当たってまうねんな。空振りしてくれたらいいのに。完全試合だそうです。まあまあ、そうでしょうよ。あかんねんな。ミート打ちにすると、あれ、うちのやつ当ててしまうから、そのスプリットを。ラストはミート打ちか。黒田はちょっと攻略が分からなかったです。あやっぱちゃうなー、もうさは。どうなるんですか？位置も引かれるんですか？なんて残酷な。4900と相手したんですよ。ちょっとくれ、もうむしろ負けても。うわ、すごい、くれたわ。敗北しても3400くれる。すごいな。もうでもちょっと結構今回、上位の人抜けたので、あと、もう一回ぐらい3800とか出したいですね。どうですかこの順位。まあ、この順位来たから、モサと当たれたのかもしれない。でも久しぶりでしたね。たまにはでもそのモサを倒していくようなね、配信もできたらかっこいいんですけど、いつかそんなんなれないかな。なんか夢のようなカード出ないですか。デバフだらけのカード1枚出てほしいな。ということで、ちょっと短いですけども、レートの方はまあまあ変化なしで、現状3800かなをキープできてると思います。久しぶりの3800台なので、すごく嬉しいので、なんとかね、頑張って、打率3割4分8厘、防御率 1.12、レート3830ということで、頑張っていきたいですね。24位って嬉しいな。今まで、その、時間変わってすぐやったらね、まだみんながやってない時であればある程度あり得るんですけど、リセットまで3時間ということで、まあ、もうすぐ3時のタイミングでこの順位に入れるの嬉しいですね。ちょっと頑張って、まあ本当にこの数日間はしばらくその4000台の人を、倒せるぐらいのね状況に持っていきたいと思います。ということで今回はレート4900超モサの方との対戦でした。ではご視聴ありがとうございました。そうですね、結果は出てないんですけども、ぜひとも高評価を押していただけるとちょっとおすすめに上がりやすいそうなので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。
トリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。